バレンシアガもダンケもそうなんですけれども、はい、SHOさんってリリックってどんな時に考えてますか？あ、でもその「LIFE」の時にやっぱりなんだろう、この、まあ、僕の中ではその空間的な地球の空間じゃなくて宇宙空間まで自分のエネルギーってものを共存してる形なんで、まあ、その感覚に生きている時にスパーンって宇宙から飛んでくる感じですよね。はい、それとあまり書いたりもせず、いい時はやっぱり飛んできて、でフレーズはあるんだけどやっぱり内容に関して書くですね、やっぱり。できない時は「I like sushi」とかって曲は2ヶ月ぐらいかかりましたね、内容が。逆にシンプルなものほどすごい時間がかかるって感じなんですかね。そうですね、あれはものすごい量の言葉を書いてて紙10枚分ぐらいあったんですけど、そっからもうノート1ページ分ぐらいまで削っていったんで、はい、だから削る作業が大変だったですね、あの曲は。